降水量が少ないことと気温の年角差が大きいために成立した草原の霊中華人民共和国の内陸に広がる内モンゴル自治区北部のハイラル付近。ハイラルの降水は夏と秋に集中し、年平均降水量は400ミリメートルである。気温の年角差が大きくマイナス25度から20度まで変化する。ベルギーの夏の牧草地。青い花はヤグルマギク。 赤い花はひなげし。草原は草に覆われ、木が全くない、またはほとんど存在しない大地である。草原は草本、あるいは同程度の樹木がそれに混じった植生のことで、高い樹木がほとんどない状態のものを指す。背丈については、必ずしも一定の基準があるわけではなく、芝生のようなものから、すすき草原のように2メートルを超えるものもこれに含まれる。 規模の小さいものを草地というが、両者の厳密な区別はない。なお、植物生態学的には、水草の生えている場所も草原として扱う。一般に、植物の生育に関して、環境条件の良いところでは、樹木が生育して森林が成立する。したがって、草原になっている場所というのは、何らかの点で森林が成立するには欠けた点がある場所ということになる。 自然条件下では代表的なのは以下のような場合である。植物群落の繊維では最初から樹木が現れることは少なく、まず一年生草本が、それから多年生草本が侵入する。したがって繊維の初期段階にある場所は草原である。そのような草原は格乱が生じない限り次第に森林に移行するものと考えられる。また、 格乱を受けたことによって草原化する場合もある。角の樹木伐採や牧畜によって草原が形成されるのがその例である。野生の草食動物によっても同様の現象が起きる場合があるが特殊な場合と考えた方が良い。草原になりがちな場所としては以下のようなところがある。より局地的な条件としては蒸気のように草原である場所は 植物にとっては生育に必要な何らかの条件に乏しい場所である。それは当然動物にも当てはまるわけであるが、しかし生息する動物が少ないわけではない。特に温暖ではあるが寒気があるために森林が発達しないような場所では、雨季の生産量は森林に劣るものではないから生息する動物は多い。生態系として、 草原と森林を比べると大きな差はいくつか挙げられる。動物にとって草原は森林とはまた異なった独特の場である。森林に見られる総構造や複雑な基盤がない場では多くの動物は水平面に等しく並んで生活することが必要になる。空中を移動できる鳥から見ればすべてが見渡せてしまう。猛禽にとっては狩りのしやすい場となろう。 狩られる側からは身を隠すのが難しい。有効な方法としては穴を掘って身を隠すことが挙げられる。多くの小動物が巣穴を作る。中には多くの巣穴が繋がった大規模なものを作るものもある。より大きな動物では穴を掘ることも叶なわない。ただし、猛禽の攻撃対象ではないから、むしろ大型肉食獣との関係が問題になる。 草食獣は、隠れるのは難しいので、むしろ、より早く敵の接近を感知し、より早く逃げる方向に進化する。つまり背が高くなり、高い位置から見渡せるようになるとか、高速で駆け回れるとか、跳躍力を身につけるといった方向である。また、群れを作るものが多い。集団でいた方が、警戒も交代で行えるし、攻撃を受けづらくなる。肉食獣は、 草の間に身を伏せて接近するとか、集団で追い回すなどの戦術が必要になる。また、見通しの効かない森林においては、声による情報伝達が用いられることが多いのに対して、見通しのよく効く草原の動物では、視覚による情報伝達が利用されやすい。人間の生活は多くの場合、草原的な環境で行われている。森林の中で、 全ての生活を行っている民族も存在するが、多くの民族は古くから草原に生活し、あるいは森林を切り開いて草原的な環境を作り、そこで生活を行った。農耕や牧畜といった人間の典型的な生産活動が草原的な環境で行われるか、あるいは草原化を促すものであったのが、その主たる原因である。また、そもそも人類の進化は、 類人猿的な祖先が草原で生活を始めたことに始まるとも言われている。直立姿勢も視界を確保するという視点に立てば、草原の生活への適応と見ることが可能である。直接の因果関係を示すのは困難であるし、客観的な証拠を提示するのも難しいが、人間に多く見られる傾向として、草原に対しては安らぎや喜びの感情を抱きやすいようである。 よく発達した森林は、むしろ恐れや、異形の念に結びつく。それは、森林に、き物の樹木の影が暗闇への恐怖を引き出すのかも、しれない。往々に、高原の高級リゾートは、人為的な草原が多く作られる。もちろん、このことの主たる理由はそれを利用する立場になることの、多い西洋の文化圏の思考であろうことは踏まえる、必要はある。 ありがとうございます。